富士。富士、JMSDF アグブ富士クラスは、日本の文部省の2代目南極観測船であり、日本では、初となる局地用の本格的な再評艦として、建造された。自衛艦としては、初のヘリコプター搭載艦でもある。海上自衛隊艦番号アグブ -5001、1965年、昭和40年3月18日に浸水。 七月十五日に、春行。同年から南極観測船としての役割を、海上保安庁の創野より引き継ぎ、九百八十三年、昭和五十八年四月まで、海上自衛隊により運用され、南極地域観測隊輸送に従事した。九百八十四年四月十一日退役。退役の後は、南極観測に関する、博物館として、名古屋港。 ガーデン不当に係留され1985年8月から一般公開されている。船内の食堂、居室、診療所、理髪店などを老人形で再現し、それを通路から窓越しに見学できるようになっている。後継艦は知らせ。艦名は日本の最高峰である富士山に由来し、同盟の艦艇としては大日本帝国海軍のスループ、 富士山及び戦艦、富士に次いで三代目となる。採氷船として、一般の船舶に比べて、横幅が広いのが特徴である。連続採氷可能な氷の厚さは80から120センチメートル、最大採氷能力は6メートル、貨物の積み下ろし用に、完全部に2機、後部に2機のクレーンを有している。艦後部には、ヘリコプター格納庫よび、 ヘリコプター乾板となっており、偵察及び輸送用に S-61A-1 を2機、氷上調査用にベル 47G2A を1機、搭載している。1962年、昭和37年8月21日、防衛庁は、文部省から非公式に要請を受けて、宗谷の大船建造に関する研究調査を開始した。日本では年に、 旧海軍が北方海域警備のため採氷艦大止まりを川崎重神戸造船所で竣工させたが、その後は建造経験がなく、局地用の本格的な採氷艦の設計は研究開発からしなければならなかった。設計方針を考える上で当時、アメリカ海軍最新の採氷艦、グレーシャー号を参考とし、調査を開始した。 1963年8月20日の閣議において南極観測の再開と輸送担当を防衛庁とすることが決定され文部省及び防衛庁において新船建造準備作業が進められることになった。南極本部では新船舶設計委員会が設立され新船舶要求及び設計内容を審議することになった。基本設計を担当する。 防衛庁の技術研究本部では、未だかつて経験のない船だけに、南極観測船としての特殊事項について、各界の学識経験者を設計技術顧問として招き、南極観測設計研究会を設けて、学識経験者に助言を求めた。基本設計作業に先立って、各観測部門、宗谷の運行実績について、研究会の各専門家から意見を聴取し、 設計に必要な技術資料の収集を行った。この研究会は、総会のほか、航海、採奏、航空、輸送、船体構造等の分科会を開いた。研究会の成果を踏まえて、本格的な設計が進められた。その結果、富士は、宗谷と同じく採奏艦、輸送艦、観測艦、ヘリコプター母艦という複数の任務を背負い込む。 多目的再評価となった。当時諸外国の観測隊は、再評船、補給船、調査船などの数席で編成されているのが一般的だった。宗谷の経験から関東基地の間の輸送は、数十マイル離れた氷海からヘリコプターで空輸することを基本に、船形は船首楼を1000尾まで伸ばし、3層とも全通の甲板都市後部は、 ヘリ3機の格納庫及びヘリプター発着艦班にした。航空輸送能力は昭和基地から40マイル離れたところから4日間で300トン、6日間で400トンの物資を運べることを目途にした。基準排水量は5.250トン、満載時9.120トン、指揮官は4機、2軸、12.000馬力とし、2機。 二軸の場合でも15ノットの高快速力を得られるようにした。推進方式は、グレーシャー号及び帯号に習って、ディーゼル機関で発電し電力でスクリューを回す、電気推進方式を採用され、環境中央、両原側、上部層打所、機関操縦室の5箇所で操縦可能。環状観測用として、気象、高層気象、電離層、宇宙船、夜行、 極光、海洋生物、地磁気、地震、重力等の11部門の設備を保有。採氷能力はチャージングによる最大破壊氷圧を重視し、連続採氷可能な氷の厚さは80から 120cm、最大採氷能力はチャージングで 6m を目標とした。尖閣構造には日本海事協会規則を適用し再表船としての 尖閣補強にはノルウェー戦級協会規則を一部適用した。対抗理体部分の外反には低温人生に優れた厚さ35から4 5ト、mm、ルの高張力項、持ち、4 0 0、mm、トル間隔にあばら骨を配置して補強し、核壁間にウェブフレームを配置して強力な格子構造を形成して氷圧に耐えることとした。 第3甲板パ以下は二重尖閣構造としこの部分を燃料タンクに充当した。偽装として最大500トン荷物を積載することができるほか、2 0設備として電動クレーン4機10トン1、8トン1、6トン2、エレベーター1機、コンベレーター2機、フォークリフト2機を有している。ビルジキールの代わりに横揺れ削減のために本交換と、 海上保安庁技術部が共同で開発した原、用タンクを装備。搭載ヘリは偵察及び輸送用に、シコルスキー S-61 を2機、氷上調査用にベル 47G2A を1機、搭載。これらの搭載機は、富士が南極観測の任務を解かれた後、シラセに搭載された。日本の南極観測は、1962年の、 第6次観測隊以降、一時中断していたが、1963年8月20日の閣議決定、南極地域観測の再開についてに基づき、再開されることとなった。同閣議決定では、輸送手段について、防衛庁の担当とされこの決定に伴って、間を置いて自衛隊法を改正の上、新南極観測船は防衛庁が運用することとなった。 1964年8月文部省と日本交換の間に船体の調達に関する契約が締結され8月28日に日本交換鶴見造船所に適行し同年11月には仙台搭載が開始され仙台期間4ヶ月で1965年3月18日に浸水という急ピッチで尖閣工事が進められた。また南極本部は 新選の船名を一般公募の上選定、決定することにし1965年1月11日から2月20日まで一般公募を行い、総数44万余通に上った応募船名の中から選考した結果、富士とする子に決定した。1965年2月自衛隊法の改正に伴い予算が文部省から防衛庁に移り、船から艦になった。 浸水作業にあたっては、前後部の船型が極めて痩せていることと、浸水重量が船の大きさの割に大きいことから、浸水時の船尾浮き場までの走行距離が長く、また喫水が大きく広範囲の浸雪を必要とする、等多くの問題が生じた。浸水諸言を検討した結果、浸水は通常の方式では不可能であり、浸水固定外の延長と、 浮力タンクの取り付けという異例の浸水計が建てられた。船台には約30メートルの仮設固定台が設置され、船体の前、中、後部に浮力タンクが取り付けられ、最新の注意を払って浸水式の準備が進められた。新南極観測船は1965年3月18日午後4時45分、交代し、同比料殿下五輪席の下、 富士と命名され無事浸水し、6月28日から講師運転に入り、7回の会場運転の後、7月15日予定通りに引き渡しが完了し、再評価富士が誕生した。1965年11月20日、東京を晴海不当を出港、奄美大島の南東海上で、第一航空隊の P2V-7 が投下した。 メッセージや新聞などを収めたコンテナを受け取る。航行中は部署訓練を行いつつ、フィリピン沖で第二次大戦の戦没者に対する養上慰霊祭を行う。12月5日、フリーマントルに寄港した。寄港中、整備、補給、休養及び親善行事を実施し、11日出行した。17日、55度 S を通過し南極圏に侵入。 20日航空機の防査日を解除27日昭和基地沖の流氷縁に流氷域に侵入を開始した30日昭和基地から31度38回りの定着合理に到達1966年1月3日から本格的な空輸を開始し20日には昭和基地は再開された十五日から空輸と並行してリツホルム湾の内方に 侵入、27日、昭和基地に接岸、雪上車及び大型物資の陸揚げし、全物資435トンの輸送を完了した。2月1日第7次越冬隊成立。同日富士は、昭和基地を離岸、二日、流氷へを離れ、三日、ソ連のマラジョーナ基地を訪問、同日帯号と会合、六日、同基地発、成功、開始。 10日ベルギーのロワボードワン基地を訪問13日南極大陸を後にしてケープタウンに向かった18日55度 S を通過し24日ケープタウン入港3月3日発19日コロンボ入港23日発この間隔寄港地にて整備補給休養及び各種交換行事を実施し4月8日東京ハルミフ島に帰港した 総行動日数140日、総工程22,500回りに及ぶ行動であり、観測隊員40名、オブサーバー7名、観測隊員、物資435トンの輸送を完遂したほか、昭和基地接岸、外国基地訪問、立オホルム1の野外観測及び基地作業支援を行った。観測再開となった1965年の、 第7次隊より用いられ、1983年の第24次隊まで使われている。1978年7月3日、ヘリコプター搭載型巡視船宗谷の浸水式に参加。同年12月31日、第29回紅白歌合戦の際、春日八郎がさよなら宗谷を歌う前に、富士館内に電話がつながった。 1982年11月25日、船の科学館前で、宗谷の帰敵受けた後、東京湾にて11月12日に収益した白瀬と、第37護衛隊、綾瀬、千しに観葬され最後の南極行へ出発した。これが、白瀬の自衛官として、最初の任務となった。1982年12月カナダ規則において、 規定された世界の最標線のランク付けでアークティッククラス2.9で世界12位と評価された。1983年4月20日春海不登議の航海をもって南極観測船の役目を知らせに譲り2代目南極観測船としての役目を終えた。行動日数は2869日、輸送人員は800名、輸送量は8529.5トン。 氷海でのチャージング回数は23,416回であった。富士は先代の宗谷よりも大型で、再氷性能も上回っていたが、過酷な南極観測任務において多くの困難に見舞われた。第7時から第11時までは連続で雪岸に成功したが、第11時行動のキロの最右推進翼4枚、全節損事故の後は老朽化が見え始め、 この後の昭和基地への接岸は、第19次観測のみになり、18回中6回の、接岸にとどまったが、接岸できなくても計画通りに、業種、任務を完遂させた。記念切手、南極地域観測再開記念、1965年11月20日発行、及び、記念切手シール、南極地域観測事業開始50周年、2007年1月23日発行。 の切手に、そうや、富士、白瀬が描かれている。また、記念切手、名古屋港東海マイナス40、2007年11月5日、発行の中の名古屋港、愛知県という切手で、富士が描かれている。第7時及び19時観測時に記念スタンプとして、富士が登場している。富士は総合訓練機構地において、一般公開を実施し、 昭和40から55年かけての見学者数は128万人を超えた。2017年8月28日、船内の理髪室が全国利用生活衛生同業組合連合会より利用遺産として認定され船内で認定証授業式が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。